新春特別企画ヨーヨーファクトリー VS C3 ヨーヨーデザイン炎の三番勝負。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。 C3 ヨーヨーデザインの木戸です。どうも C3 ヨーヨーデザインの岩倉玲です。ヨーヨーファクトリー所属徳渕明俊です。ヨーヨーファクトリー所属の蓮見です。というわけでね、今日はね、訳も分からずこの4名を集めさせていただきました。あの内容をろくに知らされない、マジでもう不安そうなメンバーが、はい、はい、ですが、この4名で対決をしてもらいます、うん、ヨーヨーファクトリー C3 ヨーヨーデザイン、やっぱり日本でもねトップクラスの人気を誇るこの2社、まあ、お客様からもね、ありがたい、ヨーヨーファクトリーと C3 どっちがいいんですか、どっちがすごいですか、いや、まあ、聞かれるんですよ。ここでその決着をつけていただきましょう。結構重くない重くない結構重たいけど、決着をつけていただきます。そんな重大なことを私はこのノリでやらせるの。我々のスポンサーの条件にも関わってくるということです。そうです。チームメンバーたくさんいるんですけど、 C3U デザインジャパンも、うん、デザインジャパンのチームメンバーいるんですけど、うん、まあ、中でも仲のいいと言われてる2人で、うん、はい、今すごい仲良さそうにしてる。あのちょっとヨーファクトリーの仲いいエピソードって何かある？ USJ とかは行ったりもそうですね。2人で USJ デートしちゃう。USJ 深夜で行ったことはないですよ。こっちの2人って仲いいんですか？仲いいと信じたいんですけど。僕は仲いいと思ってます。さあ、というわけでね、はい、対決は3番勝負です、はい、おー、2勝した方に勝利ということで、はい、できるだけ接戦して3本やりましょう、うん、1回戦はエボボロトリック対決。エボボロトリック、やばい、マジでやばい。真の仲間なら相手の伝えたいことを読み取って理解することができるはずです。ましてや自分の愛するヨーヨーに関することなら、たとえヨーヨーがなくても理解できるし伝えることができるはずです。まあ、簡単にルールを説明します、はい、各チームまず回答者と絵を描く人に分かれます、うん、回答者は目隠しをしてもらって相方が何を描いてるか分からない状態で、まあ、描きます。私がヨーヨーのトリック名を出題するので、うん、絵を描く人は、まあ、絵を描いてもらって、うん、でその後その人は目隠しをしてもらって、回答者は目隠しを取ってその絵を見て30秒以内に答えを書いてください。結構すぐだね。30秒、絵を描く人は1分時間があります、はい、トリックを描くときに、うん、ヨーヨーは描いてはいけません、うん、は当たり前ですね、はい、でヨーヨーの軌道だけを描くのもダメです、はいはい、絵描くの一番やりたくなかった機会ですAI を超えろというね、テーマで人力 AI を超えろ、 AI だ、そう、出力をね、でも大丈夫です、絵がうまく描ける描けないじゃん、やっぱりハードだったりとか、はい、パッションって伝えてそれを相方が受け取ればいいんです。でも絵心ない人が一番信用してないパッションって絵心なさすぎてパッションだけで描くから、ね、パッションをぶつけるんだとっていう感じでよろしくお願いします、はい、一回練習してみましょう、はい、はい、というわけで、目の前、真ん中になんかあるなと思ってた。じゃあ、俺が決めてなかった最初書いて、はい、せっかくなんで、うん、どっちにも違うお題を出します。二人ともあの別々のお題を出すんで、うん、あ、でそれ二人とも書いてもらって相手の絵のレベルを確認してください俺、絵だけは世の中に公開しないって決めてたのにどっちのパターン、どっちのブロックしてるパターン。それでは今から制限時間1分以内にそのトリックを書いてください。はい、はい、それではいきます、よーいスタート。いやーひどすぎるなでも皆さん意外と A とかもなんかいくね。いやもうやるしかないんだね諦めないいね、腹隠るしかないから。あと今あと25秒はい、うん、まあそうね、余計なことしない方がいいんだよな。いやそうなんだよな2人親切でいろいろ書かない方がいい。はい、終了でーす。広い、やばい。皆さん、はい、一斉に絵を公開してください。せーの、ドン、ドン。あー、これでも分かるでしょ、お互い。おー、おー、おー、分かる、分かる、分かるでしょ。分かる、うまい。これは分かるでしょ。じゃあ、岩倉さんと徳渕さんが、せーので答え言ってください。せーの、ブランコ。おー、よかった、さすがにね。正解です。
さすがに、はい、それでは続いて木戸さんとゆずるくん、はい、同時に言ってもらいます。せーの、テレペーパー。はい、正解でございます。素晴らしい。いや、いいですよ、いいですよ。あの、わかります、わかります。見せよ、見せよ、見せよ。相手、相手の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 、だいぶ、俺これっぽい出ていいのかなえ、でもね、棒人間じゃないのね、点数高い。ああ、そう、そう、それ大事だね。棒人間なんですよね。うん、そう、棒人間、棒人間。それでは、はい、いいですね。はい、では、グループにあの問題を送ります。はい、それでは制限時間は1分です。よーい、スタート。なるほどね。そうか、そうきたか。なんか悩んでそう。まあでもね、まだ1問目なんでね。アッキー目隠し始めたんでね。初めてです。これどうしてたらいいんですか、この問題。違う、あの、ちなみに岩倉さんはただ集中しています。何に今何に集中してるの。ただただ集中している。今全力でダウンを取った。目から、目から、目からダウンを取ってる。ダウンが取れないかな。だから暖かいよ、ここだけ暖かいね。はい、終了です。途中でも置いてください、途中でも置いてください。何とかしたよ。さすがにこれは助けられてる、お題に。それでは、あの、出題者の2人は目隠しをしてください。やっぱ目で伝えたりとか、回答者の人は目隠しを取ってください。だいぶ目が癒されます、はい、で、それでは今から30秒間だけ目を見ることができます、はい、よーい、スタート。あ、でももう、はい、あ、いいですね。じゃあ、まあ、回答じゃあ目隠しを取ってください。お互いの回答を出してもらいます。いきます、せーの、ドン。はい、徳部ちゃんさん、ウォークザドッグ。岩倉さん、ドッグバイト。正解はドッグバイトです。やだったのかみたいな。だからこれが手と見せかけて、実はヨーヨーが噛んでるのを示してくれたのかな。いや、これは手ですね。あの、イズル的にはね、犬の散歩だったらもっとこう並走が前に行くから、狙われてるから、ま、そちょっと歯的にこの方が鋭い。そう、歯が出てるから。だから1個豆で2個豆なんや。そうそうそう。じゃあ2問目いきましょうか。はい、よーい、スタート。書くこと自体はね、多分全体的にそんな難しくないですよね。あと25秒で必ず書いてみてください。マジやってみるとめっちゃ短い。短い。ああ、そうなんだ。書き直せないですね。書き直せない。ああ、確かに。なんか一回、あ、違うと思うと思ってバーって消したら多分間に合わないんですよね。間に合わない。終了です。はい、ではペンを置いてください、ペンを置いてください。では今から30秒間だけ見ることができます。よーい、スタート。おー、分かった人で書いて大丈夫。めっちゃ笑っとるやん。めっちゃ笑っとるやん。キドさん早いね。あー、キドさんも早い。あと7秒。6、5、4、3、2、1。はい、 OK ですね。はい、きましたね。はい、それでは皆さん一斉に表に出してください。、はい、せーの、ドン。はい、お、シュートサムーン、ゆずるくん。はい、で、木戸さん、シューティングスター。正解はスターテイルです。時に、はい、これはシューティングスターって書くなと思ったのよ。したら、あの、岩倉さんは書き足したのよ。人でもあとシップ。なるほどね。スター君の定理なんだよ。そう。スター君の定理よ。聞いてますか。俺迷ったの。シューティングスターって一回書いて、消してスター定理かもしれないと思ったけど、最後シューティングスターになった。なぜか。
僕はもう木戸さんがシューティングスターって書いた瞬間、はい、筆を置けと思ってました早く筆を置けって言ったらゴーって言い出したら消し出したからこれが来た、これが来たと思ったら一生懸命もう一回シューティングスターしてるよ正常してた正常だデッドヒートレベルが低いよ次が本当にはい、それでは、はい、いきます、1分間で書き切ってくださいよースタート一回 やると、うん、その人の絵の癖はちょっと分かるかあ、なるほど、うん、はい、腕を置いてください腕を置いてください俺の仕事はここまでだはい、30秒間よーい、スタートあ、はい、ありがとうございますはい、はいなかなかうわっはいあと17秒ですねこれどっちえいや二択出てくるんだねいやいや違う絵がどっち絵がどっち上下逆とかめっちゃ気になるんだけど上と下だそんなだらしみたいになってるはい、終了ですそれでは目隠しを取ってくださいはいなんだ頼むぞいやでも正直ね今回は2ポイント上げてもいいくらいちょっと難しかったかもしれんけどせーのドン回答は2チームともシーシック正解ですうわいやすごいアッキーすごいわアッキーすごいアッキーすごいああ船切りの技って多分パンって一番出てくるシシックかなと思うから木戸さんのは行くかもしれないやばい今回はチンやねあげてくれよかったな勝つないよいずるのは正直書いてる時に何を書いてる うねうねを描こうとしてめっちゃ描いたんですけど、はい、その後にやっぱなんかビーチっぽさを出すときはもう倒れてる人とそうそうじゃないんだよでは、最終問題、はい、いただきます目隠しをお願いしますそれでは制限時間1分以内に書いてくださいよーいスタートあーでもすごいなんか今盛り上がったねなんかちょっと嬉しかったわ出題者病理つきますよねなんかちょうどねいいように盛り上がったはい、終了でーすさあ、それだけ録取してください頑張ってくれ頑張ってくれ祈りじゃないっすあっちも祈りやそれでは、30秒いきますもうスタート30秒で、もう分かったら待ってください岩田さん、あんたはすごい伝わってくれると信じてるすごい真剣な目をしているねえ？思わず絵って言うの。はいじゃあ一回絵をひっくり返します。絵をひっくり返します。はいではひずみさん素早く描いてください。素早く描いてください。えやばいマジで出てこないじゃん。超高って。それでは岩倉さんも撮っていいよ。これひどいな。それでは全員一斉に上げてくださいどうぞババーンはいというわけでヨーヨーバクトリーチームはマジックそしてシースリーチームはビースティング正解は正解はビースティングですこれは正解あるって思ったけど、うん、でも分からずにいると難しいのかって感じだよねでも岩倉さんね、蜂の造形がすごすぎるあー
あの平和の白い鳥が、うん、鳩がこう、はい、飛んでってるみたいな。鳥系の技を探してたんだ。あ、そうです。だから最終的にはマジックで、あ、鳩が出てきた。よく頼んでる。すごい。はい、というわけでね、人力人力リライブになってきてるの。絵心をね、絵心を、はい、絵心をですね、チーフ用用パンクリが1ポイント、うん、はい、そしてチームシーズリー用デザインが3ポイント、はいはい、というわけで、1回戦はチームシーズリー用デザインジャパンの勝利でーす。よかったよかった。いや、マジもうスターテイルで下手子だからね。まだ1回戦ですから、はい、全然取り返しますから、はい、2回戦、3回戦と、はい、この動画が面白かったと思った方は2本目の公開もありますんで、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。あとコメントも待ってます。お願いします。お願いします。さあ、というわけで、はい、それでは第あの2回戦でお会いしましょう、はい、それではまた、さよなら。さよなら。また見てね。本当にお蔵入りにならないように食べていただきたいと思います。動画はあるのか。え、あってるよ。一斉に回答お願いします。はい、せー